アーティストは、ミシェル・アザナビシウス監督、ジャン・デジャルダン、ベレニス・ベジョ出演の2011年のフランス・ベルギー・アメリカ合作のロマンティック、コメディドラマ映画である。1927年から1932年までのハリウッドを舞台とし、トーキーの登場で、サイレント映画の時代が終わったことで没落する、男優と躍進する女優を描く物語である。サイレント、 カラー映画として制作され、ポストプロダクションで白黒となった。第64回カンヌ国際映画祭でプレミア上映され、デュジャルダンが男優賞を受賞した。第84回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演男優賞など5部門を受賞した。1927年のハリウッド、サイレント映画の大スター、ジョージ・バレンティンは、 新人女優ペピー・ミラーと偶然出会い、バラエティ師などから、あの子は誰と報道される。ペピーは、まだハリウッドランドの看板のある時代の、キノグラフ撮影所のエキストラで入っていき再会する。ジョージは、ペピーに、女優を目指すには、個性が必要だと彼女に、付け袋をつけて、印象とはどういうものかを示してやる。互いに惹かれ合うものを感じながらも、二人はそのまま、 何事もなく別れる。1929年、映画界がサイレントからトーキーに急激に移り変わっていく中で、サイレント映画にこだわり続けたジョージは芝叩く間に、スターの座から陥落、落ちぶれていく。一方、ペピーは時代の波に乗って、スターの座に駆け上がる。再会したが、契約されて、同じ会社で働けるとペピーは、楽しみにしていた。 ジョージは監督もして映画を制作するが、公開がペピー主演のつけぼくろと重なってしまう。公開前日同じレストランで、ペピーは観客は大げさな演技の古い役者に飽きたの、みんな私の声を聞きに来るのとインタビューに答える。この日は世界恐慌の日でもあった。公開後、ペピーは恋人と失礼を浴びに来る。妻も出て行き、落ちぶれたジョージは執事を解雇し、 家財道具などのすべてをオークションで売り払う。それらを密かに買い取ったのはペピーだった。彼女は愛するジョージを助けたい一心で陰ながら彼を見守っていたのだ。羊も自分の家で働かせていた。酒に溺れ、すさんだ生活を送るジョージは、ある日、酔った勢いで自分が出演した映画のフィルムに部屋の中で火を放つ。煙に巻かれ、焼け死ぬところを寸前で救ったのは、 愛犬ジャックだった。かつてのスターが火事を起こして焼け死ぬ寸前だったという事件は新聞紙上を飾る。その記事をたまたま目にしたペピーは撮影を放り出して病院に駆けつける。そして火事の中でもジョージが抱きしめて決して話そうとしなかったというフィルムがかつてペピーが エキストラとして出演したジョージの主演映画のものであることを知ったペピーはジョージを引き取って自宅で療養させることにする。さらに反対を押し切ってジョージと共演することにする。ペピーの屋敷で穏やかな療養生活を送り始めていたジョージだったが自分がオークションで売り払った家財道具などを買い取っていたのがペピーであることを知ってしまう。プライドを傷つけられたジョージは家事の後、 片付けも済んでいない自宅に戻り、拳銃で自殺をしようとする。一方、ジョージがすべてを知って、屋敷を出て行ってしまったことを知ったペピーは、自ら慣れない運転で、ジョージの下に向こう。ジョージが、拳銃の引き金を引く。バン、その瞬間、ペピーの運転する車が、ジョージの自宅前の立ち木に激突して止まる。ジョージの下に駆けつけるペピー、 ジョージを傷つけるつもりは毛頭なく、ただ助けたかっただけだったと、涙ながらに謝罪するペピーを、ジョージは抱きしめる。そして、ペピーはジョージを俳優として、映画界に復帰させるアイデアがあるという。映画会社の社長の前で、ペアダンスを披露するジョージと、ペピー。社長は感激し、二人の主演で、ミュージカル映画を撮ることになる。第十四回カンヌ国際映画祭でのキャストと、 スタッフ。左から、ルドビック・ブールス、ミシェル・アザナビシウス、ミッシー・パイル、ベレニス・ベジオ、ジャン・デジャルダン、キョーム・シフマン、トマ・ラングマン。監督のミシェル・アザナビシウスはサイレント映画時代の映画制作者を称賛し、自身も長年サイレント映画を作ろうとしていた。アザナビシウスによると、サイレント映画を制作したいという彼の願望は、当初は現実味がなかったが、 彼のスパイパロディエが、オース117私を愛した、カフェオーレ、オース117リオデジャネイロを投なしの商業的、成功後、制作者は関心を表し始めた。オース117私を愛した、カフェオーレにも出演したジャン・デュジャルダンとアザナビシュースの、妻でもあるベレニスベジョと、再び共同したいという願望から、映画の物語作りは始まった。 アザナビシウスは、前世紀のサイレント映画の多くはメロドラマであること、考え、本作をメロドラマにすることにした。彼は1920年代のハリウッドに関して、詳しい調査を行い、また、大量の字幕を使わずに物語を理解させる、テクニックを見つけるために、サイレント映画を勉強した。脚本執筆には4ヶ月を要した。アーティストの撮影は35日間かけ。 サイレント映画時代に採用されていた1.331のスクリーン比で作られた。全編モノクロ作品であるにもかかわらず、撮影監督の業務シフマンによってカラーフィルムで撮影された。サイレント映画の雰囲気を再現するために、レンズ、照明、カメラの動きなどの技法は当時のものに合わせられた。また1920年代のサイレント映画によく、 見られた動きのやや早い映像を再現するために撮影時のフレームレートは標準的な毎秒を24コマではなく22コマで撮影されている。映画はスタジオ37とフランスサンシネマからの共同制作サポートとカナルとシナシンネマからのプリセールス投資を含む1347万ユーロでラップチレーヌとアープセレクションによって制作された。キャスト及びスタッフは フランス人とアメリカ人両方が含まれている。キャストの衣装はアメリカ合衆国のデザイナーであるマーク・ブリッジスによって作成された。ロケーション撮影はロサンゼルスで7週間にわたって行われた。撮影で役者が演技をしている間、アザナビシウスはハリウッドの古典作品の音楽を流していた。映画の音楽はルドビック・ブールスにより作曲され、ベルギーで制作された。 ブリュッセルフィルハーモニックによって録音され、エルスト・ワンティエルによって実施された。録音作業は2011年4月に6日間かけ、ブリュッセルのフラジェのスタジオを読んで行われた。サウンドトラックは2011年10月21日にソニークラシックレコーズより発売された。サウンドトラックには1曲だけ歌詞付きの曲が使われており、それはローズ・マーフィーが歌うペニーズ・フロム・ヘブンである。 映画の舞台は1927年から1932年の間であるが、この曲は実際には1936年に書かれた。2011年5月15日、第64回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映された。もともとは非コンペティション上映作品としてエントリーされていたが、映画再開祭の1週間前にコンペティション部門に移された。 フランスでの一般公開は2011年10月12日よりワーナーブラザースフランスが行った。アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアでの配給券はワインスタインカンパニーが購入した。アメリカ合衆国では2011年11月25日より公開された。日本ではギャガの配給で2012年4月7日より公開された。 ロッテントマトズでは191件の批評家レビュー中、支持率は97%、平均点は8.8、八0となった。主流の批評家レビューから100点満点で、過重平均値を出すメタクレティックでは41件で89点となった。2012年1月9日、女優のキム・ノバクは自身が出演したアルフレッド・ヒッチコック監督の1958年の 映画、めまいで使われたバーナード・ハーマンによる音楽の一部が本作に流用されているのはレイプであると述べた。バラエティの記事で彼女は、私の体、少なくとも女優としての体がアーティストという映画によって暴行された気持ちですと述べている。さらに、この映画は多くのドラマを提供するために、めまいのバーナード・ハーマンのスコアに依存せず、自分自身で立たなければなりません。 注目を集めるために、有名な作品の一部を乱用し、その作品外とする以上に、新しい作品でより多くの喝采を浴びようとすることは、この業界に身を置く芸術家として、モラルに反すると述べた上、恥を知りなさい。と続けた、これに対し、ミシェル・アザナビシウス監督は、 以下のように反論したアーティストは映画へのラブレターとして作られ、私映画史に対する賞賛と尊敬から生まれました。同作はヒッチコック、ラング、フォード、ルビッチ、ムルナウ、ワイルダーの作品に触発されています。私はバーナード・ハーマンを愛し、彼の音楽は多くの異なった映画の中で使われ、私の作品でも使えたのは非常に光栄です。私は キムノバクを尊敬しており、彼女に賛同してもらえなくて残念です。さらにアザナビシュースは CNN で私は別の映画から音楽を使っていますが、それは違法ではありません。我々はそのために使用料を払い、権利を得ている、と語った。アーティストは多くの批評家の年間トップ10に入った。第65回英国アカデミー賞では作品賞、監督賞、 主演男優賞、オリジナル脚本賞、撮影賞、衣装デザイン賞、作曲賞の7部門を受賞した。第69回ゴールデングローブ賞では、作品賞、主演男優賞、作曲賞の3部門を受賞した。第84回アカデミー賞では、作品賞をはじめとする10部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、主演男優賞、作曲賞、 衣装デザイン賞の5部門で受賞した。サイレント映画の作品賞受賞は、第1回の翼以来史上2作目、フランス映画では史上初である。ありがとうございます。